今回は簡単リースの作り方を説明していきます。こんな感じで出来上がりです。材料です。ヒムロスギ、サンキライ、シルバーブルニア、あと松笠を使います。余分なところは少し落としておきましょう。ヒムロスギはですね、はい、ワイヤーに今巻きつけてます。このワイヤーは皆さんご家庭にあるハンガーなどを使うといいかもしれないですね。ハンガーはうまく丸めて使ってくださいね。どうしてもない場合にはお花屋さんに相談してみましょう。はい、ワイヤーにどん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 ヒムロスギを巻きつけてきます。ヒムロスギを巻きつけ終わりましたら、次はサンキライを巻きつけてきます。あまり細かなことを気にせずにどんどん巻きつけておきましょう。後ほど麻紐で縛っていきます。はい、止めるような形でどん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 巻きつけていきますよ。サンキライはトゲがあるので巻きつけるときに怪我しないように気をつけてくださいね。全体的に、少し足りない部分にヒムロスギを足していきます。次はシルバーブルニアですね。お店にシルバーブルニアがない場合にはバーゼリアという同じような感じのものがあります。どちらか置いてあるお店が多いと思いますが、お店の方に聞いてみましょう。シルバーブルニアはどん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 間に差し込むような形でつけてきます。先に巻いたワイヤーとヒムロスギの間に差し込むような形で留めていきましょう。全体的なバランスを見て、少し痩せているような場所にはヒムロスギを足していきましょう。はい、では麻紐で縛っていきます。麻紐で縛る場所はですね、時計の針を思い浮かべていただくといいと思います。一番上を12時、次に2時、4時、6時、8時、10時というような間隔で縛っていくといいと思います。お家にリボンとかあるようでしたら、そのリボンを使って縛っていってもいいでしょう。あとは毛糸とかいいと思いますよ。生のヒムロスギを使っています。乾いてくると痩せていきますので、少しきつめにしっかりと縛ってみましょう。縛ったところも飾りになりますので、花結びなんかにしてみるといいと思います。今回はノーカットでやっていますが、どうでしょうかね。皆さんできますかね。全体的に縛っていきますよ。この時整えながら縛ってみるといいと思いますよ。はい、次に最後に松笠です。松笠は下の開いてる部分を麻紐で挟み込むような形で
絞り込むといいでしょう。松笠をつける場所は、リースの一番上を12時とした場合に今回は3個を使いますので、3時、6時、9時の時計の位置につけていくとバランスがいいと思います。片側に2個寄せて片側1個というような形で、少しアンバランスな形でも面白いと思いますよ。リースを巻きつけた状態でバランスを見てご自身で、判断してつけてみてください。慣れるまでは先ほど言ったように3時、9時、6時とかそのような形で、ね、バランスをよくつけると、いいと思います。一番上の部分に関しましては例えば、ベルをつけたりとかあとはリボンもつけたりとかそういうものがない場合には麻紐をいくつか束ねて、花結びにしてリボンの代わりに使ってみると面白いと思いますよ。今回は一番上は何もつけない状態で完成としています。さあいかがでしょう。全体的なバランスを見て麻紐の長い部分とか整えていきましょうね。はい、これで完成です。いかがでしょう。簡単なリースでした。